三宅県の飛べご飯会、アレルギー持ち平野仕様とのほっこりエピソード。皆さん、こんにちは。ジャニーズ事務所の元メンバーで、今やタレントとして幅広い活動を展開している三宅県が、自身の YouTube チャンネルで、飛べご飯会の舞台裏を生配信しました。 この特別なご飯会には、滝沢秀明氏が設立した芸能事務所、戸辺のメンバーが集結し、初対面のトークや意外なエピソードが繰り広げられました。さらに、平野氏洋と佐藤新のほっこりした交流も明らかになりました。戸辺ご飯会は、滝沢社長が三宅県の介入を発表してから、ますます活気づいています。 三宅は今月から積極的に YouTube での生配信を行っており、その一環として、戸べファミリー全員でのご飯会に参加しました。三宅は全員揃ってご飯食べたのは初めてだったね。滝沢社長とも戸べに入ってからご飯食べたの初めて。結構忙しかったし、と語ります。ご飯会の席順について、三宅は両手に放って言うか。 こっち、右に、じんじん、じんじゅうじくんがいて、こっち、左に、しょうことひらのしようがいて、そこからイムップが囲んでて、円卓だった。スタッフのテーブルと、タレントのテーブルは別々で、滝沢は、スタッフの人たちで、と明かしました。楽しい雰囲気の中、彼らは、中華料理を楽しんでいたようです。番組のマックから、どんな話を、したんですか と尋ねられた三宅は本当に初めまして同志の会話で趣味とか何なの車何乗ってるのと、傘、マジでお見合いみたいだった。合コン、もしくはお見合いみたいで不思議な感じだったよ。と、初対面ながら楽しいトークが繰り広げられたことを明かしました。さらに、ご飯会の詳細について話すと、イムップ、の子たちめっちゃお酒飲んでた。 気くんまっかっかだし、結構酔っ払って砕いてた。あれは立ち悪いかもしれないな笑い。と、エピソードを明かしました。また、平野仕様については、平野くんの隣が、佐藤、新田くんだった。そこはなんかさ、イチャイチャしてた。僕、平野くん、新田くんの三人は全員コーラ。平野は小麦粉アレルギーがあるらしくて、食べれないのを新君くんにあげてた。 しんくん、憧れてる平野からのご飯だから食べないわけにはいかないじゃん。結構お腹パンパンだったんじゃないかな。かわいかったよ、と、温かいエピソードを語りました。結論。とべご飯会は、ジャニーズ事務所から独立し、新たな道を歩むメンバーたちが、初めてのご飯会で織りなす楽しいエピソードでした。三宅県の YouTube チャンネルでは、 彼らの日常や仲間たちとの交流が定期的に紹介されており、ファンにとっては見逃せないコンテンツとなっています。特に、平野紫耀と佐藤真のほっこりしたエピソードは、彼らの友情と絆を感じさせるものでした。今後も、飛べご飯会など、面白いエピソードが続々と登場することでしょう。三宅県の新たな冒険に目が離せません。 読者への挨拶、いかがでしたか三宅健と飛べファミリーの楽しいご飯会エピソードについて詳しくお伝えしました。彼らの友情や交流はファンにとって魅力的なものでしょう。今後も三宅健の活動に注目していきましょう。